古き良きゲームって感じ。しゃがむってどれだ。おお、何あれ、映画泥棒、ファニーサイドなんとかだな。え、うわうわ、鍵かかってる。キーワードはチェルシー。あ、これで、おどうも皆さん、こんにちは、ワトソンでございます。それでは単発ホラーゲーム実況第108弾、本日やっていくゲームはこちらのフィアーズスポットライトというゲームになります。それでは早速始めていきましょう。一応まだこれはデモ版なんでね、スタートデモということで。フィアーズスポットライトということは何だろう、直訳すると恐怖の照明とか。 My friend Annie was supposed to meet me in the library after school, but she never showed up. まあ学校で待ち合わせたけど会わなかったってこと。 I searched and found herWandering into a section of the school that was burned down a year ago. 探したけど全然見つからなかった的な。 I know I am not supposed to go in here, but something is up with Annie and I have to find her. ここに来てるわけがないみたいなのかな。でも彼女をここで見つけた。ダメだ、わかんない。ここら辺は編集で翻訳を出します。おお。Press E to toggle flashlight. F だったわ、E じゃなくて。おー、なんか、古き良きゲームって感じ。しゃがむってどれだ？あ、コントロールか。Move mouse to click around ね。あは、オッケーオッケー。おー。何あれ？映画泥棒？ I know you're here somewhere. Where are you? I'm going to find you, my little...スターレット？ ん？ どういうことだろう？ あれってどっちのセリフ？ こっち側のセリフ？ あ、どっか行ったっぽい。 フラッシュライトつけない方がいい？ 誰っていうかあれ？ あの映画泥棒は誰よ？ お、なんか光ってる。 これは？ いいかな？ インタラクトとか？ I am in?This will be helpful if my health is ever low and my lungs need something relief. あ、Escape open to inventory. あ、レター、アニーからの手紙、フラッシュライトと、インヘターってなんだろう。呼吸器みたいな感じ？ランクス、肺か。走ると体力使うみたいな。ここは、ハニーサイドなんとかだな。開くんだ。おぉ。絵画展みたいな。首吊りの絵画。The poster is for a school play. It was a picture of a hanged man. あ、ハングドマンか。on it か。なんかゲットしたわ。There is a handwritten note. Hey Melissa, I'm stole the drama room key like you asked. I have it smashed in my locker in the...なんかようわかんねえわ。何か、アイテムとかあんのかな？ポスター、はぁ、あ。何これ？色みたいなこと？ Yes, it is fit. でも違うわな、多分。ハングドマンのやつってこと？これは？ Fate Spirit, Between Death and Love。運命の魂ってこと？ Fate って。死と愛の魂？ハングドマンじゃないでしょ。あ、ポスターだ。スカル&アボーイフェイス。スカル&ボーイフェイスか。正しいのをはめろってことだろうな、おそらくは。ダメだ、わかんねえ。まあ、とりあえずここら辺はないから、後でまた来よう。とりあえずあそこでポスター見つけないといけないみたいなもん。開くのか。何度はクラスって書いてあったな。さっきのやつって歩いてんのかな？うん、古いプロジェクターだね。Fix the projector with the light materials. これ？違うか。あれ？はめた？もしかして。あ、はめてないわ。これは？あ、新聞か。ここら辺は訳さないかもね。あ、これは回復だね。これは？ノートか。ここら辺はちょっとね、訳すのがめんどくさいから多分読まないかなと。え？
どこいる？あ、そこか。まあ、こっち来るな。フラッシュライトつけるとやっぱバレんのかな。てかやっぱ見回りしてるな。あ、音うるせえな。警備員なんかな。やば、見つかる。バレるこれ。うわ、ちょっと待って。あれ、走るとかあんのこれ。走るとかないよね。でも見つかってもなんか追ってくるわけではなくて、単純にダメージ与えてくるって感じか。とりあえずその部屋入ろう。うわー、鍵かかってる。一旦この部屋入るわ。うるせえ。何かまだ見つけてないものがあるよね。これはノートか？あー、クリップボードか、バースデー。これ関係あんのかな。でもまあこれ今ポスターあったね。何のポスター？ Two people holding hands。 握手ってことか。ここのロッカーって見たかな。あー、ロックとか知らねー。なんだこれ、誕生日関係あるか。じゃあここはロッカーの2番目だから、単純に2番目に書いてあった誕生日の0310とか違うか。ここら辺文章読まんにゃいけんかな。メリッサ0517か。上3つは入れたから、あと2人 ?0517。 あ、いたし。あっくんかい。ジャックポート I am in。 あ、鍵だ。なんで、なんでメリッサだった。よし、入る。で、一旦解除して、こうしたら消えるんだよな。超余裕なんだな。まあ、この対処法がいつまで続くのかという問題だけど。とりあえず鍵はゲットしたから、新しい部屋には入れるはず。これを使います。Yes, it feels the door is unlocked now. 開いたぜ。この部屋はなんだ？ね、これ。ファントムジオペラか。オペラ座の怪人の台本みたいなもん。チェルシー。さっきもチェルシーだったな。キーワードはチェルシー。オープン。なんだこれ。There are bunch of old clips and stuff for the... ああ、誰これ？アンバー？チェルシー？うん。写真だね。Wait。あ、アミーってなんだ。アニーのやつか。ぜ、なんでこんな彼女の写真がこんなにいったわい。Wait a second, ちょっと待って。No. That can't be her. これは彼女じゃないわ。The picture are... 25年前だから。25年前の写真に、今のフレンドであるというか友達であるアンニーが写ってるわけじゃない。Wow, sure look like her. Wait. めっちゃ似てるみたいなもんか。何者だろう、あいつは。ピアノ？でらららら。ん、ここはあれか、いわゆるなんかドラマルームって書いてあったから演劇部なのか。これはメディカルか。あ、違った、全然違った。なんか救急キットかなと思ったけど、写真か、学校の。なんか後ろにあるってさ、何これ。 What's the panel back her。 なんか後ろなんだ。 Remove the screw。あー、ねじ回しがいんのか。しゃがんで、この写真は？ああ。よう、わかんねえ。まあ、とりあえず、ポスター、4枚目。A girl on a stage。あー、これで、おー。破ってくんのかよ、あいつ。Oh no, it's the thing again. またやつが戻ってきた。I need to find a way out of the room. I need to sneak past without letting in me. 隠れながらやつを見つ、こっから出る方法を見つけなきゃみたいなもんか。とりあえずフラッシュライトを消して、あいつがどういう行動パターンをするかだ。OK、反復横跳びな。
あいつはうろうろするだけだな。だからここまでは大丈夫なんだ。どっから出るのがいいの？その穴から出た方がいいのかな？あ、出れた出れた。オッケー。危なかったー。てか、ここが燃えてるのってあいつのせいなんだ、じゃあ。なんでしゃがんでた、今。さて、ここの、悲劇の始まりのトラジックっていうのが確か調べた感じだと。悲劇だから、ここでやってんのかな。で、ダズンパフォーマンス、輝くパフォーマンスってことは、絶対これでしょ。女性がオンステージしてるやつでしょ。これは合ってると思う。ってことは、ここの、死と愛の二つの両面性があるってことは、こいつってこと？イエス！ジャックポート !I did it! The door are open! This must be where Annie has gone. He's not has that. I hope he's okay. ここに彼女がいるかもね、みたいなもんか。てか、毎回バイオハードだと思うけど、こういう仕掛けって誰が作るのよって思うよな。お？あ、単純に移動か。あ、エンドオブデモ。こっから先は有料ですって感じか。有料っていうか、まあ、製品版って感じやな。まあ、まだプロジェクター謎とか解いてないもんね。まあ、果たして25年前の写真に写っていた彼女は誰なのかとかいう問題ありますけどね。いやー、面白かった。まあ、正直ね、英語読めないからちょっとね、楽しさ半減って感じもあるけども。ああ、フィアーザスポットライツのフルバージョンは2022年に来るかもねって感じか。オッケー。じゃあ、まあ、もし製品版ってね、機会があれば遊びたいと思います。ではね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回のゲームでお会いいたしましょう。またね。